明るいキャラクターでバラエティ番組に引っ張りだこだったローラさん。最近テレビであまり見かけなくなりましたが、2017年に事務所との確執が噂されています。そこで浮き彫りになった契約の内容がとてもひどいものだったようです。最近テレビで見かけなくなった理由もこの契約が原因だったのでしょうか。調べてみましたので紹介します。ローラさんのプロフィール。本名佐藤恵里。生年月日1990年3月30日。出身地東京都多摩市。身長165センチ。学歴東京都立府中東高校。経歴。ローラさんは父親がバングラディッシュ人で、母親が日本4分の3とロシア4分の1のクォーターです。1歳の時に父親の故郷であるバングラディッシュへ行き、6歳で日本へ帰国。その後もバングラディッシュと日本を往復する生活が続き、言葉も習得できないまま、その間に両親が離婚しました。父親は中国人女性と再婚し、ローラさんが9歳になった頃に東京都国立市にある小さな木造のアパートで暮らすようになります。ベンガル語しか話せないまま日本の小学校に入学したローラさんは、ジェスチャーで会話を乗り切っていましたが、いじめなどは一切なく、当時からその明るい性格で学校では人気者として楽しく過ごしていたそうです。父親と継母の間には双子の赤ちゃんが生まれ、継母の両親とも同居をしていたため、当時は8人の大家族で生活していました。ローラさんは双子の妹と弟にご飯を食べさせたり、おむつを替えてあげたりと、よく面倒を見ていたそうです。狭いアパートでの生活がしばらく続いた後、多摩市の都営団地に引っ越しますが、暮らしは楽ではなく、ローラさんは高校生になると地元のホームセンターでアルバイトして家計を支えていました。当時CA になって世界中を回ってみたいと考えていたローラさんでしたが、16歳の時に渋谷でスカウトされ芸能界に進むことになります。2007年から雑誌ポップティーンの読者モデルとして活動し始めると、翌年には雑誌ビビの専属モデルとなりました。以降モデルとして注目を浴びたローラさんは、渋谷ガールズコレクションや東京ガールズコレクションのランウェイイベントへの出演を重ねます。2010年、同じくビビモデルの藤井里奈さん、大石美月さんとともにしゃべくりセブンにゲスト出演したことがきっかけで、バラエティ番組への出演が増加。フランクな喋り方が特徴のタメ口キャラで一躍人気を獲得し、2011年には200本の番組に出演しました。翌年には笑っていいとものレギュラーに抜擢されています。その後の2016年にはハリウッド映画バイオハザードザ・ファイナルへの出演を果たしました。家族思いだが父親が。自身も兄がいる双子で、妹と弟も双子という双子だらけの家系に生まれ、双子の妹と弟のことを可愛がっているローラさん。2020年に行われたイベントでお金の使い方について尋ねられた時には、自分のことよりも妹と弟のためにお金を使いたい、妹に留学のお金を送ってお手伝いをしたいと答えていました。幼い頃に両親が離婚し、父親に引き取られたローラさんは実母に捨てられてしまったと思っていたそうですが、その後25年ぶりに再会を果たしたといいます。再会してからはずっと交流を持っているようで、日本にいる時は常に行動を共にし、事務所とのトラブルの時も母親が娘のローラさんに寄り添っていたと言われています。その一方で父親はある事件を起こし、メディアにもローラの父親が逮捕と報じられ、世間を騒がせました。父親は国民健康保険制度の中の海外療養費制度を悪用し、200万円以上騙し取ったとして2回逮捕されたのです。
国際手配後はバングラディッシュへ逃亡していましたが、芸能人である娘のローラさんのイメージが悪くなるのを避けるため、弁護士を伴って杉並警察署に出頭し逮捕されました。その後処分保留で釈放されますが、保釈金や弁済金などの500万円は子供たちが肩代わりし、ローラさんがその大半を支払ったそうです。釈放された際、顔の前で OK サインを作って、ローラさんの口癖である OK を連呼しながら東京地裁を後にする父親の姿が話題になりました。一度は釈放されたものの、二度目の逮捕では起訴され、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決が言い渡されることになりました。テレビに出ない理由が、2017年にレギュラー番組が全てなくなってしまうと、その後もテレビで見かける機会がほとんどなくなりました。その理由は、事務所がローラさんのギャラ単価を上げているのが原因と言われていました。またローラさんを見出し育ててきた事務所の社長との関係が悪化し、事務所への不信感が募っているのではないかと見られています。ローラさんはツイッターに、ローラ最近裏切られたことがあって心から悲しくて沈んでいるんだけど、私は人には絶対にしない。黒い心を持った人とは絶対に一緒にいたくない。10年の信頼を返してくださいと投稿し、これが事務所に対しての思いではないかと話題になったのです。実際にローラさんの所属していた事務所は、専属期間10年、その後も事務所が対象を了承しない限り、10年の自動更新という奴隷契約と呼ばれるような契約内容を提示していたといいます。ローラさんは2007年にモデルデビューしているので、10年後の2017年は契約更新のタイミングだったため、このことが発覚したとみられています。翌年の2018年に所属事務所との和解を発表し、再出発を果たしました。事務所との和解を報告したツイートには、たくさんの夢を追いかけて頑張ろうと思いますと綴っており、日本でのタレント活動以外にもやりたいことがたくさんあるということも、テレビに出なくなった理由かもしれませんね。ローラさんは、オペラも大好きなんだけど歌も歌いたいなと思うし、料理をもっともっと磨きたいなって思う。ティーを飲んでゆっくり考えたり、小説を書いてみたりとか、ちょっとゆっくりとした時間を過ごしたいと思っていると語っています。現在は、その後の2020年、結局ローラさんは所属事務所を退所し、現在はアメリカのロサンゼルスを中心に活動しています。もし LA に行っちゃったら、多分お仕事もどんどん失っちゃうとかあったけど、別に0円になってもいいや。好きなことを思いっきりやりたいなっていう気持ちできた。後悔が一番嫌だなって思ってと話しました。また、ローラさんは保護犬・保護猫支援の団体、ウニプロジェクトを立ち上げ、動物保護や環境問題に取り組んでいます。また、2020年に立ち上げた YouTube チャンネルの登録者数は75万人を超えており、2021年にはルイ・ヴィトンのフレンド・オブ・ザ・ハウスというモデルに任命されたことを報告しました。フレンド・オブ・ザ・ハウスはミランダ・カーさんやエマ・ストーンさん、アリシア・ビキャンデルさんなど世界中の著名が選ばれています。さらに、イヴ・サン・ローラン・ボーテのジャパン・サステナビリティ・アンバサダーに起用されており、以前から勤めているジャパン・アンバサダーと兼任しています。アメリカにいながらも、モデル活動や CM に出演し、自分の時間を有意義に過ごしているようですね。独特の口調と明るいキャラクターで人気を博したローラさん。複雑な家庭環境ですが、とても家族思いの素敵な方ですね。最近テレビでは見かけなくなりましたが、たまには日本のバラエティ番組に出演してほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか。
夢に向かって挑戦し続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。